尾鷲市地域おこし協力隊の池山千秋です。今日はですね、見てください、じゃ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 んじゃじゃーん、こんな感じで釣り道具が集まっているんですけど、この辺もね、最近ね私が、購入した釣りの道具なんですけど、今回ですね、なんとじゅんじゅんじゅん、じゃん、こちらプレゼントしていただきました。イエーイまあこれね、まだ箱なので何かっていうのが分かんないと思うんですけど、見てください、じゃじゃん、じゃじゃん、何かわかるでしょうか。釣りの時に使うウエストポーチです。でしかもこれは結構こういう感じでちょっとねボリューム感がこうあるので、こうやって腰につけるんですけど、でポケットもたくさんあって、いろんなね、ここに、ルアーだったりとか、釣りでね使う道具をいろいろ入れたりとか、あとなんかここにねぶら下げるフックだったりとかもいろいろついてて、ここにねいろいろぶら下げられるそうです。嬉しい、ありがとうございますはい、これはですね、ダイワさんのブラックの迷彩柄、ウエストポーチになります。早速これの中にいろいろね入れたりとかつけたりしていこうかなって思います。どんな感じになってるの。まずポケットがこういう風に2つあります。こんな感じにポケットがあって、でここにもはこういう感じで前ポケットがあって、そしてここがまあ一番大きいとこかな、一番こんな感じでこれぐらいの量入りますわかりやすい。はい、こんな感じで入ります。でサイドにも、ここにもポケットがありまして、なんか中ね内ポケットみたいなのも入ってます。入ってて、でここはあれですね、ドリンクホルダー、ドリンクホルダーなっています。でサイドもいろいろこういう感じでつけれる輪っかがついていたりとか、ここにもねつけれる感じで反対もあります。はい、わあ嬉しい。ちょっとね今までねこういうレイントートバッグで行っていたので、ちょっといろいろ入れてみますか。こういう感じでこのルアーのねセットとかをまずこの中に入れるでしょ。おお、全然余裕。あ、ここにも内ポケットがありました。こっちの中にも内ポケットが、お余裕。あとそうだね、ドリンクとか、ドリンクこうやって入れたり、あとよいしょ、手袋も入れておこう。あ、どうしよう、手袋こっちにしようかな。こっちに手袋入れて、楽しいワクワクしちゃうよ。あ、そしてねこれ魚こうやってね掴むやつね、釣れた時に掴むやつを、これをねそうここにねかけれたりするんですよ。なのでここにねかけてみたいと思います。チャキン、よし、お、ぶら下がりました。これでいいね、お、いい感じにぶら下がりましたよ。はい、で、あとはやるものによってこういうね仕掛けとかそういうのも、まあ、この中に入れておいたりとか、すっごいぴったり入ります。あとね、ペンチとかね、
このちょっとポッケのとこに入るのでポッケの方に入れてこんな感じにしとこうかな。あとは何があるだろう。この中にちょっとスナップ入れたりとかして、スナップ入れました、このスナップだよって感じで、これもどこ入れよう、あ、ここのポッケに入れようかな、こっちのポッケに入れて、でね、他にもこのまだ使っていない、あの使い残しのワームだったりとか、あと他にもね、ちょっとまだ買って使えてないこういう仕掛けもあったので、そう、これね、仕掛けね、毎回毎回ちょっと買ったりとかして、あの根掛かりするかなっていう風で結構ね何個も買って、で結局使わずに済んだというものとかがどんどんこう溜まってっちゃうんですよね、一箇所に置いとかないとね、忘れちゃって、だからこれちゃんとここに入れて、あ、これはあるから買わなくていいとか、そういうのもちゃんと考えないとね。ここにじゃあ入れておきましょう。でワームもちょこっとありますが、あとね、そう、重りとかも結構あって、重りもね、こんな感じで重りとかもあるので、ちょっと重りの入れるあれがないのあの袋がなかったので一旦この中に入れとこう。うわ、嬉しいな。はい、っていう感じでちょっといろいろなんか今あるものを入れてみました。今後ね、この中もなんか使いやすいように、そしてちょっとなんか道具とかもね充実させて、こう入れてマイバッグを充実させていきたいなというふうに思っています。じゃあちょっと釣りに出かけるファッションでもしてみますか、これを着けたいのでどうでした、釣りの格好してみますかそんな感じで釣り行きたいと思います。皆さん、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。これからたくさん動画に出てくると思います。